政府は経済対策の裏付けとなる歳出総額およそ13兆1992億円の補正予算案を持ち回りの閣議で決定しました。物価高騰への対応や成長産業の育成に向けた支援を行います。今回の補正予算案では、所得の低い住民税・非課税世帯に7万円を給付するために1兆592億円が計上されました。 一方で1人当たり4万円の所得税と住民税の定額減税は、与党による詳しい制度設計が年末までかかるため、今回の補正予算案には含まれていません。このほか、介護職員の給与を月6000円上げるなどの待遇改善のための経費として、合わせて581億円を。 AI と半導体の開発支援のために特別会計分を含めて2兆557億円を計上します。